スノーマン目黒蓮、ファン対象中間発表3回目で八木雄星が初の首位、2回連続首位の岸優太は2位陥落。第36回日刊スポーツ映画大賞、石原裕次郎賞、日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛、で、今年3回目を迎えたファン参加の賞、ファンが選ぶ最高演技賞、の、3回目の中間結果が21日までにまとまった。ファンタスティックス八木雄星、26、が、前回からおよそ7倍もの大量得票を積み上げ、過去2回、首位だった戸部のナンバーアンダーバー愛岸優太、27、を初めて首位の座から引きずり下ろし、初めて首位に躍り出た。2位に後退した岸も、前回から3、5倍近く得票を伸ばしたが、むしろ八木との差は開いた。スノーマン目黒蓮、26、も、3位に順位を一つ落とした以上に、得票数で八木、岸との差は開きつつある。前回から得票数を2倍に伸ばした萩原俊久、24、は4位をキープした。その萩原にこそ及ばなかったが、ファンが選ぶ最高作品賞、で5位に浮上した、法廷遊戯、主演のキング&プリンス永瀬廉、24、が、県外から5位にジャンプアップした。